相手をリング外に放り出したいときは、まず相手をロープ際まで連れて行け。次に相手をつかみ、左スティックを使い三角ボタンを押せ。左スティックはロープの方に倒すんだ。次にハンマースローだ。相手をロープに振るには、相手をつかみロープの方向に左スティックを入れ、丸ボタンを押せばいい。この通りだ。相手をロープに振って帰ってきた時には、四角ボタンで打撃、×ボタンで投げ技に移れるぞ。